皆さんこんにちは。ゆきよ園でおなじみの岡みどりさん。岡みどりさんの再婚相手の正体や引退の真相について紹介します。まずは岡みどりさんの経歴とプロフィールから紹介します。岡みどりさんは1984年7月26日生まれ、兵庫県出身です。5歳の頃から民謡を習い始め、小学5年生の時に出場した兵庫県日本民謡祭名人戦で史上最年少で県人に選ばれました。これをきっかけに多くの民謡コンクールで優勝を果たしました。兵庫県立山崎高等学校の3年生の時にオーディションに合格し、18歳でプロ大阪所属のアイドルグループホップクラブのメンバーとして活動を開始しました。同グループを2003年9月に卒業し、演歌歌手を目指して音楽専門学校で改めて歌を学びました。2005年8月にはシングル「さわたりどり」で岡みどりとして演歌歌手デビューを果たしました。デビュー当初は演歌としては珍しいへそ出しルックやミニスカートの衣装で話題になりましたが、現在では大人げの演歌歌手として活躍しています。岡みどりさんは演歌好きの祖母の影響で多くの演歌歌手のコンサートに足を運んでいました。その中でも特に鳥羽一郎さんの歌に触発され、日本人の心や風景、情緒や四季を表現できる演歌歌手になりたいという夢を抱くようになりました。18歳でアイドルとして芸能界にデビューしましたが、演歌歌手になるという夢を捨てきれず、専門学校で音楽を基礎から学び直しました。そして2005年に渡り鳥で念願の演歌歌手デビューを果たしました。このように岡みどりさんの演歌歌手に対する情熱は非常に強く、彼女は結婚した旦那さんよりも自身の夢を選びました。一度きりの人生なので、幼い頃からの夢である演歌歌手を選ぶというのは良い選択だったのではないでしょうか。2024年現在39歳の岡みどりさんはその年齢を感じさせない美しさを保っています。日本では高齢出産とされる中、元気な子供が生まれて本当に良かったと思います。2018年11月の週刊文春で岡みどりさんがバイセクシュアルであることが報じられました。元旦那さんは2歳年上の一般男性と噂されていますが、詳細な情報はなく、大阪の会社経営者との話があります。元旦那さんについてこれ以上の情報は見つかっていません。また元旦那さんとの間に子供はいませんでした。岡みどりさんと元旦那さんの出会いについては情報が見つかりませんでしたが、大阪の経営者であると言われていることから、岡みどりさんが大阪の事務所に所属していた時代に何らかの接点があったのではないかと考えられます。岡みどりさんは2015年に元旦那さんと離婚しており、その理由は彼女が演歌歌手として活動するために上京することだったようです。実際彼女は離婚した翌年の2016年に上京し、事務所とレコード会社を一新しました。このことから彼女の意志の強さを感じることができます。岡みどりさんの離婚があまり話題にならない理由として、彼女が囲み取材を断り自ら離婚について話さなかったことが挙げられます。そのため岡みどりさんにとって触れられたくない話題なのかもしれませんが、それが原因でネット上では様々な憶測が飛び交っています。さて2018年12月18日に放送された有田鉄平の夢なら覚めないでに出演した岡みどりさんは、その番組内でお客さんからセクシャルハラスメントの被害に遭ったことを告白しました。このカミングアウトスペシャルには岩さん、徳永ゆさん、西田さん、森さんらが出演しました。岡みどりさんは紅白に出演する直前までカラオケ喫茶で営業しており、その際にお客からおひねりをもらう際に男性から着物の隙間に手を入れられ、胸を触られた経験を明かしました。割り箸でお金を挟んで渡すか、着物の襟の隙間からお金を入れる風習があるそうですが、その際に触られることがあったとコメントしました。グラビアでも活躍する西田さんも肘や肩に男性が当ててくるなどの被害を受けていることを語り、不快感を抱きながらもなかなか文句を言えない現状に
困っていると心境を明かしていました。おかみどりさんは2023年2月28日にフジテレビのバラエティ番組ポカポカにゲストとして生出演しました。その番組内で子どもの頃から好きだった歌手について語りました。演歌歌手として人気を誇るおかみどりさんに MC の原一さゆりさんが憧れの演歌歌手はいらっしゃいましたかと尋ねると、おかみどりさんは小さい時から最初に恋をしたのが鳥羽一郎さんで、女性だと石川さゆりさんですと打ち明けました。おかみどりさんはおばあちゃんに初めて連れて行ってもらったコンサートが鳥羽一郎さんで、その歌う姿を見て感動したと話しています。彼女はだからこういう切り抜きとかも持っていましたし、クラスで CD 交換をする時もみんながジャニーズやモーニング娘。を出している時に私は鳥羽一郎さんの CD を出していましたと続けて語りました。 MC のフリーアナウンサー神田愛佳さんがそれはご本人にお伝えしたんですかと問うと、おかみどりさんははい伝えましたと声を弾ませていました。そしてそしたら一言ありがとうって言われて、それがまたかっこいいなと思いましたとうっとりとした表情で話していました。18歳の時、おかみどりさんはオーディション雑誌を開いて1ページ目に目に入ったアイドルのオーディションに応募しました。アイドルの事務所で何をしたいのと聞かれ、演歌が歌いたいですと答えると、それうちじゃないよねと笑われたそうです。なぜアイドルの事務所に応募したのかといえば、当時はよく知らなくて、とにかく芸能事務所に入ればいろんなことができると思っていたそうです。そのオーディションに合格するとレギュラー番組がもらえるというもので、楽しく活動させてもらったそうです。演歌歌手としてデビューするという夢を叶えるために、おかみどりさんはボーカルの専門学校に通い、基礎から歌の勉強を始めました。声の出し方や表現の仕方を学び、見事演歌歌手としてデビューしましたが、その後すぐにお母さんのがんが発覚しました。お母さんがちょっと体調が悪いから検査に行ってくると言って検査に行ったところ、がんが見つかり余命半年と宣告されました。おかみどりさんは仕事をしばらく休んで看病に専念しましたが、そのことをお母さんには言わず、仕事がないんだよねと嘘をついていました。同じ頃にデビューした仲間が次々とテレビに出るのを見ながら、お母さんとなんでみーちゃんは出られないんだろうね、もっと頑張らなきゃねと言いながらごまかしていたそうです。母親なのでおかみどりさんのついていた嘘に気づいていたかもしれません。お母さんは入退院を繰り返していたため、ずっと一緒に過ごしていました。絶対に涙を見せないと心に決め、テレビで病気の話題が出るとチャンネルを変えたこともありました。おかみどりさんが母にできることは、少しでも病気のことを忘れさせることで、なるべく楽しい話をして笑わせていたそうです。余命半年と言われましたが、そこから1年半生きてくれました。その時の心境をおかみどりさんは次のように語っています。亡くなった次の月くらいから始めたのですが、それまでの1年半を母のために生きてきたので、急に自分が空っぽになったような気がしていました。これから一体何のために仕事をするんだろうって、母は私にずっと歌手になってほしいと言ってくれていました。この先成功したとしても喜んでくれる人がいない、もう仕事辞めようって思ったんですと語ります。続けて、でもそのことを父に言ったら、辞めていいんじゃない、家にいたらいいやんって、そう言われたら急に冷静になって、このままじゃダメだと思いました。ここで父から絶対辞めたらダメと言われたら、きっと反抗して辞めていたかもしれません。今続けられているのは父のおかげですと話しています。現在おかみどりさんが演歌歌手として大活躍しているのは、ご両親の励ましと後押しがあったからだとわかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。